菊池秀幸でございます。この度、日米、共同制作でヴァンパイアハンター D が、フル CG で、映画されることになりまして、非常に期待しております。今回は完全フル CG ということで D の世界というものを果たしてどこまで、凄まじいものになって再現されるのか、私はそれを非常に楽しみにしております。ぜひ皆さん応援してください、よろしくお願いします。吸血鬼ハンター D というのは、あれは作者の、理想の、男性像でありまして、まず背が非常に高い、もう世に二人といないいい男である。でこれがおそらく女性ファンにもかなり受けまして、ファンが今でもやっぱり D が一番女性ファンは多いです。でこれを映像化するというか小説化した時に天野義孝さんのイラストが非常に話題になったんですけれども、私は非常にそのできるまで心配しておりまして、果たして絵にも描けない美しさというのを誰が絵に描くんだと非常に心配しておりましたんですが、さすが天野義孝、すごいアンニュイな感じのキャラクターを作ってくれまして、これがまた女性に大受けで、おかげさまで言えばおそらく日本でもおそらくアメリカでもこのおかげで半分は大ヒットしたと思っております。吸血鬼自体は心臓に杭を打たれたり、そういった弱点を使わなければ英語に生きていける。ただその英語に生きていけるということ自体を果たして吸血鬼が望んでいるかどうかがわからない。英語に生きるということ自体はおそらくものすごい、ある意味ものすごい辛くて退屈なことだと思うのですが、その中に身を置いたときに吸血鬼っていうのは果たして何て言うんですか、この不老不死という絶対人間にはもう得ることのできないものを得ていながら、実は人間よりも不幸なのではないかという一種のアンニュイさがどうしてもつきまとう。僕はここが吸血鬼ものの最大の魅力だと思っております。吸血鬼ドラキュラという58年にテレンス・フィッシャーが監督が作って、クリス・ファリー主演、ピーター・カッシング主演の作品で、私は完全に魂を奪われたような状態になっておりましたので、あれをぜひ自分の筆で蘇らせてみたいと、そう思いまして、ただ吸血鬼を主人公にするにはするのはある意味ちょっと難しいところがある、ですから吸血鬼を狩る方、ヴァンパイアハンターですね、それを主人公にしたらどうだと、考えつきまして、で作り出したのが、D なんですよね。はい、当時もうやっぱりホラーとかそういったものを全く今と違いまして、誰も理解してもらえない、ホラーを描くと言っただけでおそらく出版社は出してくれなかったでしょう。ですから私はあれを描く、B を描くときにまず超未来の話にした。で超未来の話にすると当然これは SF になってしまい、なってしまいますので、本当にSF の要素を加えれば、当時の読者にもとっつきやすいのではないかと。それで D はホラーと、SF とそれをこう混ぜこぜにした世界、それでさらに、もう一つ欲を出して僕の好きだった西部劇も加えてしまうと、それをプラスしていわゆるミックスワールドになったんですね。それが D というものの最初の始まりです。今まで見た限りではやっぱり普通のアニメーションよりははるかに、情報量が多いというか絵の情報量ですね、それに多いというか、あと動きがなんか非常にとても常人では考えられないような、今まで見た記憶の中では考えられないようなこうすごい動きが可能であるということで、それこそ D の世界であると、私はそれもまた楽しみにしております。私はフル CG というのはアニメとも、それから実写とも違う、もう一つの別の世界を作り出すことだと思っておりまして、物語は同じでも、別のなんか D ができるんじゃないかと。
私はその期待で今胸を弾ませております。フル CG というもう一つの別の世界の中でこの D っていうのが新しい命がこう与えられるような、そんな感じがしております。ぜひぜひ、皆さん頑張っていい作品ができるように応援してください。